銭形平時捕物控え野村古道影帽子発端編一。親分変なことを聞きましたがねガラッパチの八五郎は訓風に鼻を膨らませて 明神下の平治の家の庭先から顎を出しましたいとものどかな昼下がりの一コマおめえの耳は不思議な耳だよよくそう変わったことを聞き出せるもんだ俺の方は尋常なことばかりさまいた種は生えるし借りた金は消えさなきゃならねえし 平次は気のない返事をしながら、泥鉢に出そろった朝顔の目を慈しんでいるのでした。あっしの方はまた変わったことばかり。手紙をやってもあの子は返事をくれないし、借金はたまっても払う気になれないし。あんな野郎だ。ところで、その変わったことというのは何だい 平次は手の泥を払って縁側に腰を下ろし波乱いになってタバコ盆を引き寄せるのですこいつは変わってますよ影防止に疲れた話なんですが影防止に疲れたなるほどそれは話が変わりすぎています四谷の与吉が 浅草へ行く道ついでに半日無駄話をして帰りましたが、その時の笑い話ですよ。江戸中にまかれた何百人のおかっぴきは、八五郎に好意を持たないものはなく、分けても腕に自信のないものは、自分の縄張り討ちに起こった事件の匂いを八五郎の耳に入れておけば、 親分の銭形平次が乗り出してくれないものでもなく平次が動き出せば自分もとんだ手柄のおすそ分けくらいにありつけないものでもありませんそんなことで江戸中の面白いうわさは自然八五郎の耳に入り八五郎の口からこう平次に取り継がれることになるのです 影帽子に疲れたというのは、どこの誰だい平次もいくらか好奇心を動かした様子です。市ヶ谷柳町の菊谷のせがれ、彦太郎というのが、影帽子が怖くて、月夜の晩などは外へも出られないというから、かわいそうな話じゃありませんか。圧死なんかは恋敵が,が多いから、怖いのは闇夜の晩だけで。 <laughs> 八五郎は自分の洒落に堪能して何がいあごを突き出すのです自分の陰帽子が怖いのか自分のなら素性が分かっているから怖くもおかしくも何ともないが不思議なことに彦太郎という若い男の目にはどこの誰とも知れぬ怪しい陰帽子がつきまとっていると言うんですよ はてね。外を歩いていると陰帽子だけがふらふらと自分の目を歩いていたり前の方が無事だと思って振り返ってみると後ろからひょこひょこと陰帽子だけがついてくるというんで自分の陰帽子じゃないのかそんなことはありませんよ彦太郎は19になったばかり随分出来のやわな息子にはちげえねえが 自分の影帽子と正体のない影帽子を間違える気遣いはありません。それに影帽子の方は間違いもなく女で。うーん。その影帽子も月夜の往来へ出るうちは良かったがこの説は横着になって時々彦太郎の部屋の障子に移ったり接近の窓から覗いたり。おかげで彦太郎は、 近頃少し気が変になったという話で。その亀帽子は誰かに似ててもいるのか。因果ですね。彦太郎には義理の父親、菊谷一十郎の二人目かけのうちの若くて綺麗なお袖そっくりというから嫌じゃありませんか。そのお袖というのは。彦太郎と同じ年の熟。 聞くやの親父が金に明かして買い取った目掛けで、とんだ瞳悟空だという話で。嫌な話だな。その話はもうそれっきり忘れてしまえ。親分にはこんな話は面白くありませんかね。おっしなんか影帽子でも生き霊でも構わねえから、若くて綺麗な娘に付きまとわれてみたいと思っているんで。あいにく、そんな野郎には、 気の弱い生き霊なんか取りつかないよ。ありがたい幸せで。その代わり。羅生門がしへ行くと。青大将臭いのが五六人。くったまにかじりつく。八五郎はそんな打ち壊しなことを言って。あまりもてそうもない長い顎をなで回すのでした。二。 この陰防止事件は10日も経たないうちに思いもよらぬ大発展をしました5月に入って山手の町にツツジが赤く燃えた頃四谷の与吉八五郎と馬の合う若い岡っ引きが八五郎を引っ立てるようにしてやってきました親分 とうとう底辺なことになりましたよ。余吉の野郎がどうしても銭形の親分を引っ張り出してくれと言うんで、足では不足なんだそうですよ。八五郎はニヤニヤしながら、大した不足らしい顔もせずに、余吉に押し出されて、木戸の中へ入ってくるのです。八五郎なら不足はねえはずだが。 うぬぼれも腕っぷしも、お小遣いだって人に負けねえくらいのたしなみはあるわけだが。平時は面白そうでした。八五郎の相手でもしていたいほど、暇で暇でしようがなかったのです。からかわないでくださいよ、親分。柳町の影帽子は、とうとう人を殺めましたぜ。なんだと 詳しいことは現場を見てきた与吉に聞いてください。ご存知の通り、この野郎は足の倍も口が達者だから。八五郎は身をかわしました。よし、それじゃあ歩きながら聞くとしようか。お静が丹精した新しい合わせ。実っを懐に忍ばせて、 おろしたての朝浦の草履をトンと踏みしめるとうなじから切り火の鎌の音がさえます明神下から神楽坂へ柳町へ抜ける道々はすっかり夏でした薄着になって急に生き生きとした娘たちのさえずりや遠い祭り太鼓の稽古の音などを聞くと 江戸っ子たちの胸はときめきます殺されたのは市ヶ谷柳町の金貸で満了の寝台を持っているといわれる菊屋の一十郎妾のお袖を相手に裏二階で飲んでいるところを縁側から障子越しにズブリとやられたんでうーんすごいな障子のそばでふざけた格好なんかするもんじゃありませんね 魔物はどこにいるか分かったもんじゃない。余吉はそんな宙を入れます。下手人の見当はつかねえのか。怪しい奴ばかりで、もっとも女房このある一十郎が、同じ屋根の下に二人も妾を買って、くじ引きで毎晩闘技をさせるなんざ、スケベえなお大名のやりそうなことで、見せつけられる者は誰だって腹を立てますよ。 そのおかけは無事だったのか。下へお調子の代わりを取りに行ったとき、ギャッと来たんですって。二階にいれば、金づくで瞳悟空に上がっているめかけだって、無事じゃ済みませんがね。お袖と言って、19になったばかりの綺麗な娘で。もう一人のめかけはどうしたんだ。豊島の方は、ナメクジをジ塩で3日ばかり煮込んだような女で、 お吉と言いますがね。自分の部屋で酔いからの放楽寝で。四谷の与吉は腕は大したこともありませんが、口だけはなかなかに辛辣です。他には。せがれの彦太郎。こいつは一番怪しい男で、影帽子に疲れて青くなっている若造ですが、実は親父の目かけのお袖に惚れて、 気が少し変になっているから何をやり出すかわかりやしません。仲間の者に頼んで気をつけて見張らせてありますがね。せがれが親父の目かけにどうとかするのは少し不穏当じゃないか。十九の青病担が本当な惚れようばかりはしていませんよ。それに彦太郎は一十郎の本当の子ではなく、実は老いも老い。 義理ある遠い老いなんだそうで。一十郎は義理があるから自分の娘のお染めとゆくゆくは一緒にして跡取りにしようという話ですがね一万両の新書を背負っていても十六になったばかりの薄ばたの家付きの娘のお染めより親父の妾のお袖の方が良かったんでしょうこのお袖という女はまた四谷の与吉は ごくりとかたずをのみました口こそ達者だがせいぜい二十七八の与吉はさりげない調子では市ヶ谷中に響いた菊屋のめかけお袖のうわさはできなかったのでしょう家のものはそれっきりかまだありますよ内儀のよ野さんは諦めきった中年者で人間は利口にげえねえが 女らしい匂いの抜けた気の毒な人で。あとは。番頭の最八はちょいと男っぷりのいい三重男で。遊び好きで女債がなくて。金さえありゃ新宿の大門を一晩でも閉めてみたいというのぼせた野郎で。新宿の大門ってやつがあるか。吉原まではお呼びもつかねえ。落とし話を聞かされているようだ。 もう一人、厄介なのがいますよ。菊屋の主と無二の中で、猫股法院、佐多田無道剣。低層な名前だな。本人は山伏崩れだと言ってはいますがね。野伏みたいな野郎で、発見も起動も、間違いも心得ている上に、ほらと武術の達人で。妙な取り合わせだな。 菊屋の用心棒に入り込んだのは一年目。おべっか将棋の負けっぷりが上手で、あるじ一十郎のご機嫌に叶い、今では菊屋の支配人のような顔をしていますよ。もっとも金を借りて払わないのがあると、のこのこ出かけて行って、門口でほらの貝を鳴らして長伏を始めるから、大概の無理をしても払うんだそうで、いい手があったもんで。四谷の予吉は、 達弁にまくしたてるのでした。三。柳町へ行ったのは。もう昼を過ぎておりました。菊屋というのは。棚構えは至って小さい下田屋暮らしですが。住まいの方は。全く広大極まるもので。 ケチな大名の下屋敷ほどもあり、それを巧みにカムフラージュして、女将の目に触れないような贅沢ぶりは、人を食ったその頃の町人の増長です。平治の一行は、万刀の再発に迎えられて、奥へ通りました。与吉の芳売や古文で、 土地の御用聞きが二三人目を光らせているのとご犬死が遅れて弔いの支度もできないので家の中は火の消えたようあっちこっちの隙間から白い目で見送ったりのぞいたりするのが棘でも刺されるように敏感な平時に感じるのでした世の中を敵にして 贅沢と陰騰との中に住んでいた人間たちの生活が人殺しという一番露骨で決定的で残忍な事件に直面したために命名が自分自身の保護のために硬い殻の中に閉じこもってしまったという心持ちです殺された主一十郎の部屋はおそらく何もかもが ゆうべのままだったでしょうはしごを登ると磨き抜かれた四尺の廊下それがまっすぐに通って中ほどにあるあるじの部屋の外は障子を染めた血がくわっと目にしみますこのとおりあるじは障子に持たれて目かけとふざけながら酒を飲む癖があったんだ。 中は町人の住まいのくせに、お上を目らにした書院風の造りで、床の前の柱に持たれると、ちょうど背中がここに来る。与吉は、血にそんだ障子と、その障子の下から二尺五寸ほど上に突っ立てた刀の跡のあるのを指すのです。それにしちゃう 平治は何やら考えておりましたが思い直した様子で障子の中へ入りました中はまことに惨憺たるありさまで検視前の死骸はわずかに隣の部屋に取り込んでありますが廃盤と血潮と手のつけようのない混乱です「このとおり飲んでいる最中 めかけのお袖はお調子を直しに下へ行って、下女のおまんと無駄を言っている間にやられたらしい。下女のおまんもそう言っているのか。そこまでは聞かなかったが、お袖のような綺麗なのに言われると、ついそれ以上詮索をする気がなくなる。よきちは酸っぱい顔で、正直のところを言うのです。明かりが一つしかないようだが、 平次はふと、これほどの税を尽くした部屋に、食代が一つしかないことに気がつきました。その代わり、百目ろうそくが昼のようについている。もっとも、お袖は下へ降りるとき、手食くらいは持っていったらしい。与吉の説明は、思いのほか行き届きます。それにしても、 障子越しに刺されたにしてはあまり血が渋いちゃいないようだが平治はさっきからそれが不審でならなかったのでしたひどい血には違いありませんが人たちに急所を刺されると血しぶきはこんなことではなかったはずですそれはともかくとして与吉と番頭の再八の案内で 次の部屋に移してあるあるじの一十郎の死骸を見せてもらいましたそのころの剣士は後のよほどはやかましくはなく末期の手当のためといえば死骸を移したくらいのことはうるさくは言わなかったのです一十郎の死骸は絹物の布団の上に寝かしてありました 見たところ背の低い油太りの五十前後顔は死の苦悩もなく穏やかでなんとなく愚鈍にさえ見える表情ですおそらく物欲と女あさり以外は何の興味も持たない人柄でしょう傷は背後から一つき左貝殻骨の下に つあわせを通しして、恐ろしいでで叩き込んであります。刃物は隣の部屋にあった脇差しこいつは何とかいう名作であるの一十郎が七にとったが気に入って買い取り押し入れに放り込んであったのを使ったというからくせ者は間違いもなく家の中のものだね。 予吉は相変わらず行き届きすぎるほどの宙を入れるのですそれはどこにあるんだ縁側に捨ててあったのをそのままにしてあるはずだ持ってこさせようかいやいい後で見よう平次は立ち上がって2階の様子を念入りに調べました部屋は3つ 今と次の間と何度で廊下は表と裏とにあり表のはしごは棚の方に連なり北側の狭い廊下はお勝手へ降りるはしごに連なっております。妾のお袖が手職を持って調子を変えに行ったとすれば裏のはしごを降りてお勝手へ降りたことになりその間にくせ者は 表の梯子を上って廊下図体に近づき、百目ろうそくの明かりに映し出された主の影帽子を頼りに、背後から障子越しに着いたものでしょう。4どうだ、番頭さん。おめえの検討で、下主人は誰だと思う。 ゼニガの親分に申し上げておいた方がいいぜ。四つ矢の夜吉はおせっかいらしく口を挟むのです。年は若くて貫禄も大したことはありませんが、八五郎などとは反対に恐ろしく再騎走っているので、やがていい御用聞きになるだろうと世間でもいい、自分もそう信じているらしい男です。 私にはそんなことは見当もつきませんが。再八はもじもじしながら答えました。30前後のこれはちょいといい男で、このお柄と年配で毎日金を扱う商売をしているのですから、ずいぶん遊びもし、罪を作っていることだろうと思われます。苦み走って子作りで、 愛嬌があるくせに、どこか抜け目がなさそうでもあります。そんなことはあるまい。おめえさんは、菊やで一番の知恵者の働き者だという評判じゃないか。とんでもない。もっとも、旦那は少し敵を作りすぎました。いい方でしたが、金貸しという商売は、どんな慈悲善婚を積んでも、人様によくは申されません。 お寺や綾代に寄進を一つなすっても菊屋から金を借りてひどい目に遭った方は自分の払った利息で石灯籠が立ったり石垣ができたように思い込んでおりますなるほどね平治はつい相づちを打ちました再八というのはそういったものの考えの皮肉な男だったのですゆうべ あの騒ぎのあったとき、おめさんは棚にいたと言ったね。与吉は重ねて尋ねました。まだ酔いでした。四つ前だったと思います。その日のちょうあいの残りをして、これから寝ようというとき。おめえの部屋は棚二階で。ええ、ここからは別棟ではございませんが、この二階から棚二階へは、 橋を降りてまた上らなきゃまいられません。棚にはおめえさん一人でいたんだね。夜になると棚は私一人でございます。源助殿は日が暮れると自分の家へ帰ってしまいますので。源助というのは菊谷の通い番頭でこの事件には何の関係もあるまいと後で与吉が説明してくれました。 この番頭と一緒に菊屋で幅を利かしているのは、法院の無道剣で。あれは猫股とあだ名のある下高者。一筋でいける男ではありません。何おかっぴきが会いたい俺は町方のおかっぴきなどに用事はない。用があるなら、寺社のおかかりにそう言え。四谷の与吉が迎えに行くと、 下から怒鳴る声が2階まで突っ抜けますあんなことを言っております口ほど人の悪い男じゃございませんから気になさらないでください親分番頭の才八が鳥なし顔に言うのをいやあんなのはかえって扱いいいよこっちから言ってお目通りを願うとしようか 平次は気軽に立って下へ降りました」と。と驚いたように隣の部屋へ姿を隠したのは2 2歳のいい年間。踊りの下地があるらしい身のこなしは軽快ですが体を動かすごとにまき散らしたらしいなまめかしい体臭と激しいかけうのにおいがふんふんとして隠しようはありません。 あれを、お吉さんと言います。さいはちは首をすくめました。が続けて「主を殺したらあのにおいではすぐ足がつきましょう」。平次もつい苦笑いをしてしまいました。この場合でも笑ってみたくなるようなそれはやっかいなにおいでした。 下へ降りると、はしごの下の六畳に、与吉と法院無道圏がまだ何か言い合っています。が、兵士の姿を見ると。銭形の親分、お聞きだろう。この男は提訴を祝っているが、大概こんな野郎は臭いに決まったもんだ。遠慮なく洗い出してみてくれ。四谷の与吉はすっかり興奮して、 ことと次第では、法院無道圏をひっくくりそうにするのです。まあいい。よきちニーの命だが、おかっぴきを相手に大きな口を叩く人間は、大概馬鹿か、底抜けの正直者に決まったものだ。ねえ、ごぼう。ごぼうさただ無道圏は振り返りました。創発に武将髭。 目が細くて虫食い眉で鼻が白のとベルジュラック風で唇の厚い首の短い誠に皆既な風貌です。こんなのは商人や職人にならずに金貸しの用心棒になったというのは誠に己を知るもので平時はつい吹き出しそうとするのでした。 色気のない呼び名で気の毒だがそんなことで勘弁してくれところでおめえさんはこの家の何だい主一十郎の相談相手さ用心棒と言ってもいいその一十郎が殺されたんだぜ下手人を探しに来た俺たちに手伝ってくれるのも主への義理というものじゃないか生きているうちは主一十郎に知恵と腕を貸したが 死ねば用事のない俺だ。金貸しの手作か相談相手か知らないが、そいつは薄情すぎるぜ。何死んだ者に知恵や腕はいるまいだがね、ごぼう。変なことを言ったり、妙なそぶりがあったりすると、よ吉や兄は気が短えから、おめえさんのほらがいくらいじゃ驚かないかもしれないぜ。素直に話に乗ったらどうだ この無道拳に妙な素振りがあるというのか。聞き捨てにならんことを抜かすと銭形とは言わせんぞ。猫股の無道拳は生きり立ちます。平時のからかったのに対して、こう真面目に生きり立ったところを見ると、この奉仕、一度は本物の修験者だったのかもしれません。と同時に、この奉仕、 思いのほか臆病で人が良さそうでもあります。親分、ちょいと八五郎が庭の方から声をかけます。どこへ行っていたんだしばらく見えなかったじゃないか。よきち兄がついているから、あっしは外回りの噂を手いっぱいにかき集めましたよ。そうか、そいつはありがたかった。 下手人の見当はついたか。ええ、少しはね。平次は庭下駄を突っかけて外に出ました。夜吉はまだ猫股法院と揉み合っている様子です。どんなことを聞き出したんだ。広い庭の植え込みの陰へ来ると、平次は菊屋の全景を眺めながら八五郎を促します。 くせ者というほどの白物じゃありませんが、どうも圧死の健闘じゃ、せがれの彦太郎が怪しくなりますよ。うーん。若い妾のお袖と同じ年の十句。体が日弱くて、気性だけは激しい男だそうですが、どうも前々からお袖との間が怪しいようだ。嫌なことだな。それに、 殺された主の一十郎と、せがれの彦太郎は、親子といっても、実は仇同士みたいなもんですよ。彦太郎は先代の本当のおいで、一十郎夫婦の方が養子ですよ。黙っていても、物事が順当にいけば、菊屋の新生は彦太郎のものになるかもしれないのに、お世のという貰い娘にずるずるべったり養子にへえった番頭の一十郎が、 菊屋の心象を自分のものにして世間や親類の手前先代の主の甥の彦太郎をせがれということにし幸い男の子がないから自分の娘の薄あばたで武器量のお染めと一緒にしようという企みだったんでなるほど世間によくある手だな彦太郎だって嬉しくも何ともありませんやその上自分と仲の良かった町内一番の娘お袖を 召使いという名義だが、金づくで引き入れて、目かけにしているんだから、彦太郎がモヤモヤしているのも無理はないじゃありませんか。そんなことで親殺しをしたというのか。待ってくださいよ、親分。あっしは親殺しの肩を持つわけじゃねえが、その上、影帽子という悩ましごとがあったとしたら、なんだいその影帽子というのは。やたらにこの家は、 影帽子がつきまとっているようだが。つきまといたくもなりますよ。殺された主一十郎というのは、油切って女好きで恥というものを知らない上に、人を困らせるのが大好きというとんでもない道楽があったんです。うーん。毎晩くじ引きで夜のとぎをするめかけを決めるということになっているが、近頃は若いめかけのお袖をかわいがり、お吉を追っ払って、 日が暮れると、お袖を二階の自分の部屋に呼び入れ、夜中まで飲みながら勝手な振る舞いをするんだそうで。もたれたり、ふざけたり、叩いたり、下手な小唄を歌ったり、見ちゃいられないんだそうですよ。誰がそれを見ているんだ近頃は生暖かくて、障子一重だから、意地が悪く、その悪ふざけが、町内どこからでも見えるんだそうで。ねえ、親分。 その月山の上に立つと、植え込みの上から、主の部屋はまっすぐに目の前でしょ毎晩障子に映る悪ふざけを、この月山の上から、誰が見ていたと思いますおめえじゃあるめえな。せがれの彦太郎ですよ。自分と仲が良かったお袖が、父親といっても仇同士のような一十郎のものになって、勝手なことをされているのを毎晩見せつけられて、一体どんなことになると思います 俺に聞いい。たって仕様があるまい一十郎はまたそんな図を人に見せるのが好きで好きでたまらなかった。部屋の中にはわざと百目ろうそくを一本だけ。自分は床脇の柱に持たれて前へお袖を引きつけると二人の影帽子は締めた障子にくっきり描いたように映るというから悩ましいじゃありませんか。八五郎の話はいかにも重要ですが。 噂の書き集めにしてはいかにも美に入り才をうがちますおめえはそれを誰から聞いたんだ平治は静かに反問しましたが話が少しうますぎて彦太郎を陥れるためのこしらえ事のようでもあります家中の者はみんな知っていますよ番頭の再八も下女のおまんも 猫股法院も内儀のお世のもその土塀があっても植え込みがあってもあの二階は見晴らしがいいから町内どこからでも見通しだから夜になるとその見物人で裏通りはおすなおすなの繁盛でおめえの言うことは少しバカバカしいな嘘も駆け引きもありません聞いたまま元を切っての話ですよそこで病みつくほどお袖に惚れている彦太郎は 影げぼにとりつかれたのも無理はないじゃありませんか。寝てもおかげぼ起きても影げぼだ。障子一人の向こうで、自分と言い交わしたお袖が、父親とは名ばかりのけだもののような男の餌になって、勝手なことをされているんだ。なんだ、おめえまで影げぼに疲かれてるようだぜ。気をつけるがいいよ、八。すると、彦太郎の目には、自分の部屋の窓にも、 歩いている往来にも、不意に影帽子が現れた。女の影帽子ですよ。髪振り乱した、野暮な女の姿じゃない。島田に言った、ほっそりした影帽子。彦太郎から聞いたのか。いえ、下女のおまんがそう言います。最初は、本人の彦太郎も隠していたが、近頃は自分でも持て余して、気の置けない者にはそう言うんだそうですよ。 影帽子はもうたくさんだ。近頃は庭の月山へも行かないようにして夜になると外へ遊びに出たり自分の部屋に籠もったりしているがお袖さんの影帽子が2階から抜け出して私につきまとってくるとうーん何でもこの説は半病人だそうですよかわいそうにところでその彦太郎が親殺しの下手人だというのか そう言い切っちゃかわいそうですがどうもそんなにおいがするじゃありませんかおやあれは誰だ平次は不意に植え込みから出て裏の物置の影を覗きました噂の彦太郎がお袖と相引きしているじゃありませんかあるの一十郎が死んだというのにまだ二人はそんなことをしているのか 若い者を脅かしちゃ悪いが、行ってみよう。八。二人は庭をぐるりと回って。裏の物置を。左右から覗くように取り詰めました。五。あっ。平次と八五郎に包囲された形になって。 お袖は立ちすくみました。美しいというよりはこれは透き通るような清潔でおもちゃの姉様人形のようなかわいらしい娘でしたお袖というんだね誰と話していたんだ平治は静かに尋ねますこんな清潔な娘が獣やそこそこで ひひのような五十男のおもちゃになっていることに平次はじってとり縄を離れて義憤を感じます金に物を言わせてどんな冒頭的なことでもやり遂げようという男は現に虫のように殺されたのですがその痛々しい犠牲者が無邪気な清潔な顔をさえして目の前に立っているのです <laughs> はい。お袖はひどく慌てておりますゆうべのことをおめえの口から聞きたいが平時の調子の穏やかなのとその顔にはやわらかな思いやりの色があったためかお袖の口は思いのほか簡単に開けていきそうです旦那にそう申し上げて。 お調子を直しに裏橋を降りてまいりました。おかのつくうち、お勝手でおまんさんと話し込んでいると、2階からあの変な声が。お袖は自分の肩を抱くように、その時のことを思い出したか、ぞっと身を震わせるのです。おめえは好きでこの家に奉公に来たわけじゃあるまい。家はどこだ しばらくたって平次は他の話題に入りましたつい少し先の裏にあります半年ほど前からこの家そんな話になるとお袖の話はひどく渋りますで亡くなったお父さんの借りてお金をお母さんがどうしても返せなかったのでそう言いかけて お袖は黙ってしまいました。可愛らしいピンク色の唇が心持ち震えております。これからどうするつもりだ。彦太郎さんは旦那が死んだから誰に遠慮もない。ここにいてはろくなことはあるまいから、すぐにも家へ帰れと言いますけれど。あの人は怖いし、後で何とか言われると、 またおっかさんが困るに決まっていますからあの人というのは誰だお袖は答えませんでしたがそれは番頭の再八ではなくて猫又法院のサタダ無道剣を指しているようですもういいがこの家にはしばらく俺たちがいるから心配することはないどこへも行かないようにしてくれ はい。お袖は素直にうなずいて家の方へ行ってしまいましたそれと入れ代わりに「逃げちゃいけないよおい女の子さえ素直に話しているじゃないか母屋の方に逃げていったせがれの彦太郎を捕まえて八五郎はやって来ました八、手荒なことをするな」。 平は怯えきっているらしい彦太郎をなだめるように迎えました19といっても同じ年のおでよりはかえって年弱に見えるほどのひ弱い男で淡麗な顔立ちも心配やら恐怖やらにゆがんでまことに痛々しい少年でした私は逃げたわけじゃありません。 この人がいいよ。この男は少しそそっかしいだけなんだ。影じゃおめえの味方で気の毒がっていたよ。ところで、主の一十郎といえばおめえの父親だが、低層仲が悪かったそうだな。あれは私の父親なんかじゃありませんよ。この家へ入り込んできて勝手に振る舞っただけで。うーん。 それは手厳しいな。ともかく死んだ人間だ。悪口を言っちゃ済むめ。おめえとうそでは訳がありそうだね。互いに約束でもしたことがあるのか。彦太郎は頑固に黙り込んでしまいました。青白い顔、キラキラ光る目、引き締まった唇など、少し病的なものを感じさせます。 打ち分けて話した方がいいぜ。早く下手人をあげなきゃおめえも困るだろうそんなこと言いたかありませんあの人を殺したのだって誰だか私が知るもんですかもっとも私も何べん殺してやりたいと思ったか純情らしい彦太郎は前に立っている者の素性も忘れてこんなことを口走るのでしたゆべ おめえはどこにいたんだちょうどあの頃だ。自分の部屋に寝ていました。布団をかぶっていたのに、恐ろしい声が。おめえの部屋はどこだ母屋の西の端。あるじの部屋へ遠いのか。遠くたって行こうと思えば、裏橋号を登ってすぐ行けますよ。この少年は、自分から進んで、 岡引きの手綱にも飛び込もうとするのですおめえは影帽子に取りつかれているという話を聞いたがそれは本当か彦太郎はまた黙ってしまいましたその話を詳しく聞きたいがどうだ近頃はめったに出ませんでもいつ頃からそんなものが見えたんだ 二月ばかり前、月のいい晩でした。用事があって、加賀様お屋敷のおばばを通ってくると、目の前、薬王ま前をスルスルと影帽子が動くんです。どんな影帽子だ女の影帽子です。大きな島田で。空を見なかったか。なんか、雲の影でも映るのかと思って、空を見上げました。でも、上には、 木の枝一つなかったんです。いい月でしたが彦太郎は疲れたように言うのですそれからどうした続けてくれその影帽子が時々出るようになりました私の歩いてる時前を歩いたり後ろからついてきたり私は気味が悪くなって夜分は外へ出るのをよしてしまいました すると今度は家の中で。もうよしてください。私はもうこんな話をするのも嫌になります。彦太郎はぷつりと話を切って、頑固らしく口を閉ざすのです。解決編。一。影法師に疲れる。 そんなバカなことと思いながらも彦太郎の顔や様子を見るとそれを一概に笑うわけにもいきませんその影防師の話は大事なことだ詳しく話してくれ銭形平次はこの臆病そうな息子を追及しましたがでも私は 彦太郎はひどく怯えている様子です。心配することはない。影帽子がいくら暴れたところで噛みつくわけじゃあるまい。それどころじゃない。父親の一十郎を殺した奴と、おめを脅かしている影帽子とは、どうもかかり合いがありそうな気がしてならないんだよ。平次は噛んで含めるように言うのでした。 どんなことを話せばいいんでしょう？影法子のことなら何でも。平次は言葉少なに誘います。そういえば変なことがあります。影法子が出ると決まって物の焦げる匂いがするんです。焦げる匂い。木の燃える匂いと言った方がいいかもしれません。 平次は深々と考えました。影帽子に匂いがあるというのは、想像もつかないことです。その影帽子が誰かに似ているというじゃないか。そんなことはありません。大きな島田に言った若い女の姿です。私がそう言うと、お袖さんに似ているだろうとからかった人もありますが、 影帽子の方は島田曲がひどく壊れて両手を前へだらりと下げているんですものお袖さんとは似ちゃいません誰がそんなことを言うんだ番頭の才八丼ですあの利口者の才八が彦太郎がお袖に気があるのを知ってちょいとからかってみる気になったのでしょう他に気のついたことは 最初は外を歩いていると、私の前をひょろひょろと影帽子が歩いておりました。はっと気がついて見定めようとすると、かき消すように見えなくなりました。どんな具合に大地がぽーっと明るくなって、その中に黒い影帽子が映るんです。おめえの影ではなかったのか。とんでもない、髪を振り乱した影帽子ですもの。 なるほど。最初に見たのは薬王寺前のおばばでそれから棚の前や路地の中で二三度見ましたが近頃は外へは出ずに障子へ移ったり縁側に現れたり彦太郎はそう言って生も婚も突き果てたように青白く痩せた顔を垂れるのですそれを誰かに相談したのか 相談に乗ってくれる人はありません。親父は相手にしてくれず再八丼は笑うだけ無道犬さんに聞かせるとかえって脅かされるに決まっておりますそうして彦太郎は影防師のつきものに悩まされながら次第に憂鬱に絶望的になっていったのでしょう「猫又法院は修験者ではないか」。 話をしたら付き物を払ってくれそうなもんだが二、三度頼んでみましたがあべこべに脅かされるだけでしたお前さんは若い女の生きに疲れている家事も祈祷も力を及ばないいずれはそのつきもののために命を取られるに決まっているなどと怖いことを申します厄介な法院だなあ 平治は苦笑いに済ませましたが、腹の中では明確に猫股法院の悪意を感じた様子です。あの人は誰にでもそうなんです。人を脅かしたり、怖がらせたり、重複したり、そんなことばかりやっております。親父があんな人を手なずけているのが不思議でなりません。彦太郎は、 猫股法院の無道権に対しては並々ならぬ反感を持っていそうですその法院の未曹を知っているのかおめえは平次は静かに極めて自然に問い進めました誰も詳しいことは知りませんでも亡くなった親父は髪型で婚姻になった様子でいろいろのことを知っておりました 例えば、法院は今でこそ修験者のような顔をしておりますが元は長崎辺りで抜け荷を扱っていたそうでうーん南蛮人からいろいろの術を教わっていつの間にやら修験者になりすました様子です1年前にふらりとやってきてそれから客分とも用心棒ともなくここに踏みとどまってしまいました とひどくのの悪いのは誰だい番頭の再発で陰では悪口ばかり言っておりますあんな山氏を大人に置いてはろくなことはあるまいと口がほぐれてくると彦太郎は臆病らしさに似ずなかなかよく話してくれます2 親分、ちょいと。八五郎は縁側から顔を出して、顎で合図をしております。なんだ、どこへ行っていたんだ親分があのせがらと掛け合っているうち、あっしは二三人達者の奴と会ってきましたよ。何しろ、あの青病団野郎と来た日にゃ、逃げ切らなくて鬱陶しくて、話をしていると痺れが切れるでしょ それでどうしたその煮えきらないのに口をきかせて、平次はいろいろの手がかりをつかんだことは、八五郎の分別に想像もつかないことです。猫股法院に当たりました。主の殺された部屋の真下に陣取り、下手人を切り殺すんだと言って、まぐそくさい真っ向を一生五号ばかりも焚き、どっこを横具合に、 もみに揉んでの荒げですよ。どうりで煙いと思った。それからどうした祈祷の合間を狙って、足も少しまじないを聞かせましたがね。何のまじないだごぼうの法術には自分を祈り殺してもあるのかえとね。八五郎の目にも下手人の疑いは彦太郎から猫又法院に移っていく様子です。 「怒ったろ怒ったの怒らねえのあの生草法院シャリや皮肉は通用しそうもないと思ったら身に覚えがあると見えてピンときましてね」「おかっぴきめ何を言いやがる俺に何の恨みがある」とね当たり前だ「菊や一労郎殿は大旦那だ死なれて困るのは誰だと思う」「つまらねえことを言いやがるとおかっぴきから先に祈り殺してやるぞ」 と、大目玉をクワッと向いて、閻魔大王ほどのにらみを聞かせましたよ。まあいい。それからどうした番頭の才八を呼び出して、あの猫畑法院の素性を調べましたが、大したことは知りませんね。長崎で抜け荷を扱って、主の一十郎と婚姻になり、貸した金の取り立てが名人で重宝がられたということです。もっとも、大阪にいる頃は、 品玉使いのような妙な祈祷で人を騙し、散々金も儲けたが、ところの役人にも睨まれて、江戸へ逃げてきたということでした。うん。話はそれだけか。もっと大事なことがありますよ。なんだ、出し惜しみをせずに、いっぺんにぶちまけなよ。番頭の再八が言うには、ある一十郎が殺されたとき、 せがれの彦太郎は自分の部屋で布団をかぶって寝ていたと言ったようですがあれは真っ赤な嘘だと言うんでうーんあの時彦太郎は自分の部屋にはいなかったそうでちょうどその時彩八が覗いてみたんだそうでそいつは容易ならぬことだまさか彩八が嘘を言ったんではあるまいなあも突っ込んで聞きましたが彩八はこう言うんです 私の言ったことが嘘か本当か若旦那に聞いてください。現に親旦那が死んだ騒ぎの時駆けつけた若旦那は絵紋も崩れない普段着を着ていたと言いますよ。ともかくも若旦那の彦太郎はそのあたりにいるはずだ。もう一度呼んできてくれ。八五郎は棚の方へ飛んで行きましたがやがてひどく渋っている彦太郎を引きずるように連れてきました。 もう一つ聞きたいことがあるんだ。平次はそれを穏やかな調子で迎えました「ふぅ親旦那が殺された時おめえは自分の部屋で布団をひっかぶって寝ていたと言ったがあれは嘘だったね大騒ぎになって駆けつけた時のおめえの姿は寝巻きではなくてしわもつかぬ普段着だったというぜ」あの時 おめえは自分の部屋にいなかったに違いあるまい彦太郎はいじめられっ子のように目を白黒させて黙ってしまいましたその言い訳を聞きたいがどうだ平次はしばらく堅い字らしい彦太郎の様子を眺めておりましたがいつまで待っても返事をしてくれそうもないのでハ 若旦那は誰かに見晴らしてくれ。四谷の与地兄の古文集がいるだろう。へっ八五郎は若旦那の彦太郎を促して棚の方へ行きました。頑固に黙り込んでいるその後ろ姿を見て平次は何やら考え込んでしまいます。彦太郎の様子には、肉々しいというよりは、 むしろ物哀れなものがあったのです。三。親分さん、少し申し上げたいことがありますが、妙に物柔らかい女の声が平寿を呼び止めました。振り返ると、三十五六の少しひねた大戸島。 ぬれてを前かけでふきふき、言おうか言うまいか、まだ迷っている格好です。何か用事かいそれは下女のおまんと、さっき四谷の与吉に引き合わされたはずです。出戻りの達者な女。よく働く代わり、おせっかいでおしゃべりで、毎い。 主や番頭や妾かけたちにうるさがられている存在でした若旦那がかわいそうで私はもう我慢がなりません多血質らしい中年女おせっかいなだけに人がいいことでしょう若旦那がどうしたと言うんだ知ってることがあったら話した方がいいぜ 私もそう思ってつい口を出してしまいました。考えてみると、親旦那様が亡くなったことでもあり、誰にも遠慮もないわけで。おまんの言葉にも妙に含みがあります。そうそう、誰にも遠慮もないよ。若旦那がどうしたというんだ。あの時、親旦那様が2階で殺された時、若旦那様が、 おもやの西の端のご自分の部屋にいなかったわけです。若旦那様とお袖さんが、お勝手のお隣の私の部屋で会っていたんですもの。合引きか。合引きといった、そんな嫌らしいもんじゃございません。二人は黙って手を取り合って、顔を見合わせて、じっとして涙ぐんでいるんです。かわいそうに。二人はずっと前から好き合っていたんです。 でもお袖さんが親旦那の持ち物と決まるとそれをどうしようという若旦那じゃございません二人は死ぬほど惚れ合っているくせにろくに口も聞かずに顔を見合わせて心で泣いているんですもの三十五の出戻り存分に醜い中年女はこの若い二人のやるせない恋路を格子にしがみついて 大向こうから濡れ場を見るような熱心さで眺めていたのでした。二人は時々会っていたのか。平次も妙に引き入れられるような心持ちで問い返しました。少しの隙を見て誰にも見つけられないようにそっと二人は会いました。誰もそんなことに気がつかなかったのか。 ずいぶん気をつけました。でも、いつともなく、誰かが二人のそぶりを見つけて、口に出して言うものもありました。例えば、あの猫コマ法院などは、生涯女にモテたことのない人間だけに、焼き用も大変で。おまんはなかなか辛辣なことを言います。主の一十郎は、 法院がつまらないことを告げ口したかもしれません。近頃は若旦那を見る目が変でした。よくそれで彦太郎を追い出さなかったな。だって若旦那の方がこの菊屋の辛抱ですもの。大旦那が若旦那を追い出したら親類型が承知しなかったでしょう。そうでなくてさえ、めかけ狂いがひどいので親類型の噂になっておりました。ところで。 おめえはなかなか目が届きそうだ。もう一人の目かけのお吉には悪い噂はなかったのか。平次は話題を変えました。引き出せば、いくらでもこの女から手がかりは引き出せそうです。新宿で勤め奉公をしているとき、あのお吉さんと番頭の西八丼は深場だったそうですよ。おまんの後編には、 深刻な笑いが漂います。お吉は商売人上がりか。どう見たって、あれは素人じゃありませんよ。匂い袋を体中にぶら下げて、触れば油で手がべっとりと濡れそうですもの。気味が悪くて私なんかは同じたらいでも顔を洗わないようにしております。手厳しいな。男の方はどうしてあんなぬらぬらした女が好きなんでしょう。 どんなんか一角通なことを言ってるくせにあの吉さんを見る目は尋常じゃありませんそう言われるとそんな素振りがあったかもしれませんが微妙な消息は平時にも判断がつきそうもありませんところで死んだ主は妙な癖があったそうだが夜分自分の部屋へ引き取ってからは誰も他のものを寄せつけなかったことだろうな 平治の問いは次第に確信に触れていきます。そんなことはありません。誰でも用事があれば呼びつけられて、ずいぶん嫌なところを見せつけられました。私はお調子を運んでいきましたし、再八丼は棚の勘定が済むと、一応その日の金の出し入れを旦那様に申し上げましたし、旦那様は帳尻にはやかましかったそうです。法院は あれは自分の部屋で、おしきせの寝酒をやって、一人で寝てしまいます。旦那がおめかけとふざけてるところなんか、汚らわしいなどと言って、覗こうとはしません。お吉はお袖さんがいるときは、めったに覗かなかったようです。決して顔を見せないのは、おかみさんとお嬢さんくらいのもので。ありがとう。そんなことでよかろう。おかげでいろいろのことがわかったよ。 平次もおまんの饒絶にはお礼を言いたいほどでした中年女の舌を活発に動かせる動機が何であろうとそれは問題外として八、二人のおかけと奉公人たちの荷物を調べてくれ。 飛んだだところろに決め手があるだろう。平次は八五郎と与吉を手伝わせて家中の者の,の荷物を調べさせました驚いたことに内木のお世のは一番まとまった金を持っておりその次は下女のおまんが物持ちで番頭の再八と法院無道権はほとんど百も持っていないことが分かりました めかけのお吉は買い食いの小遣いくらい持っておりお袖は母親に貢ぐせいか何にも持ってはおりませんへえあの内木が百両とまとまった小町を持っていたには驚きましたよ下女のおまんも十両近く持っていたのは身分不相応ですがね八五郎は失敗顔をするのです 重量とまとまった金は、一本立ちの御用機器の八五郎兄も身につけたことはあるめ。悔しいがその通りで。もっとも、浮気をする男の連れ合いは、いつ捨てられるかもわからないから、大概無理をしても、待ちをこさえるもんだよ。そんなもんですかね。亭主に張り合って、パッパと使いそうなもんですが。平士の哲学が、 八五郎には急に飲み込めない様子です。彩八がからっちりなのは遊びがひどいからだろう。正直者だとも取れますね。死んだ主がやかましくて、めかけとふざけながらも、毎日の帳尻は見たというくらいだから、思いのほか奉公人たちには見入りがなかったのかもしれない。ところで、あの猫コ法院が百も持っていないのは、 何と感じます慌てて隠したのかなええ。いや、そんなことはあるまい。それから、あの猫股法院は、威張りけって、自分の部屋の押し入れを開けさせませんよ。幸い、財布を投げ出してあったんで、念入りに調べましたが。ともかく、よく兄に見張らせることだ。俺は、かゆい番頭の玄介に立ち会わせて、 主の手庫と帳を見る。平次と八五郎は源助を呼んできてあるじの部屋から手文庫を持ち出させて調べましたがそれは金銭の出入り帳と証文のほかには何にもなく土蔵の中に思いのほかの現金が隠されていたほかには大した収穫もありません親分 妙なことがありますが。八五郎と番頭の玄介は、帳馬格子の中に首を突っ込んで不思議がっております。何が不思議なんだこの大福帳ですよ。半神横閉じの分厚な帳面ですが。それがどうしたおしまいの三四日分のところをむしり取ってあるんです。番頭の玄介は、 に落ちない様子でで大福町を撫でております。枚数にしてどれくらいだ三枚もあったでしょうか何か変なことでも書いてあったのかそんなことはございません。ご近製の品でも仕入れるとかなんとか。とんでもない。番頭の玄介は薬器となって手を振るのです。 最八より少し老けて見える同じ中年者ですが女房持ちで通いで遊び癖のひどい才八に比べるとひどく地味な男です金の出し入れに怪しいことはなかったかそのために主が命を落とすということもありそうに思うが平次は念を入れました金のことになると やかままししいいでございました。五問十問の違いでも決して容赦しなかった方で再八が使い込みでもしていなかったのかだいぶ遊びがひどかったというがいえ金の間違いはなかったはずでございますもっとも財八殿には結構な貢ぎ手もありましたがそれは誰だご主人様がしっかり給金を出しておりましたからええ 番頭の介は巧みにごまままかしてしまいましていた最八の遊びの金はケチで勝手で奉公人の遊びなどを決して容赦しなかったであろう主の貢ぎでないことはあまりにも明らかです。最八のパトロンは主の一十郎でないとそれは多分あのベタベタした目かけのお吉あたりでしょうか。 その再発が、亡くなった主一十郎の身寄りにでもなっているのか。いえ、そんなことはございません。もっとも、お苗木のお世野さんの登園にあたるようには伺っております。それは平時にも初耳でしたが、亡くなった主一十郎より十いくつも年の若かった再発は、子供の時からただの奉公人でやってきたのでしょう。 親分、お願いしますよ。また八五郎が飛んできました。何がどうしたんだ猫股法院が威張り出して手がつけられません。予吉親分は弱ってますよ。よしよし。平次は気軽に身を起こすと、猫股法院の部屋になっている奥の一間に入っていきました。そこでは、 わげさをかけた無道犬が腕をまくり上げて威張り散らしておりますやいおかっ引きめ俺が向こうの部屋で下手人彫伏の祈祷をしている間に俺の部屋へ入って手当たり次第にかけ回すとは何ということだこの六条は卑しくも定だ無道犬の城郭だ中が見たかったら寺社のおかかりを呼んでこい街角の不条役人などが入るとただは置かないぞ お経で鍛えたりんりんとした声が家中に鳴り渡りますごぼう低層な勢いだな平治はぬっと入りましたなんだお前は銭形とか何とか言われて近頃増長した野郎だなお互いに増長するのは結構なたしなみじゃないよところでごぼうはこの家の何だ 主一十郎の用心,棒だ用心棒というと、一気半気の奉公人か。ぶ、無礼なことを申すな。主一十郎は死んでしまったぜ。奉公人なら居座っても構わないが、ゆすりや居候なら退散するのが本当だ。新しい主は跡取りの彦太郎。おめえのようなラ吹には用事はないとさ。平次も我慢がなりかねました。 言ったな野郎。やろ悔しかったら長刻でも何でもやるがいい。デイジ、二言目には自社自社と言うが、おめえなんかどこの寺にも人別があるわけはない。望みとあらば自社のお係かかを呼んでこようか。な、なんだとそんな洞吹き坊主に驚く奴がどうかしているよ。その押し入れの中に何か忍ばせてあるに違いない。俺が承知だ。ハチ。 構わないから探せ。大きな声を出すほかには脳のねえ野郎だ。怒なったらこっちでも隣けえせ。平次は無道剣を小じ坊主と見破って裁きはキビキビしております。何にもありませんよ親分。八五郎は押し入れから首を出しました。それ見ろ。後のたたりが怖いぞ。 力づくではかなわぬと思ったか、猫股包囲目ばかり光らせております。いや、きっとあるに違いない。若旦那の彦太郎を脅かした影防止の手綱は、この部屋に隠してあるに違いない。待ってください、親分。四谷の与吉は、畳を上げて床下を這い回ったあげ句。 やがて泥棒ガンドウを一つ見つけ出しましたなんだそれは泥棒ガンドウですよこの中に小さいろうそくを立てて口のところに切り抜きのお化けを貼ったら影帽子が映りやしませんか四谷の与吉はすっかり得意になっておりますいやそんなことでは自分の姿を見せずに影帽子だけを 遠くの往来や縁側に移すわけにはいくまい。平次はさすがに資料深く、与吉の仮説を抑えました。ざまあ見やがれ猫又法院は面白そうにわめきます。そばに平次と与吉と八五郎がいるのでは、力ずくではかなわぬと思ったか、どうやら神妙に控えております。 おやぶん妙なものがありましたよ。八五郎は押し入れの隅を這い回っておりましたがやがて何やら一つかみほどさらい出しましたろうそくのくずが56本あとは霧の薄板でこしらえた何かの仕掛け物とおやおやこれはギアマンの鏡の水金の剥げたのじゃありませんかそれは不思議な半も物でした。 平次はそれを畳の上に並べて黙って考え込んでおります。ごぼうは以前長崎にいたことがあったそうだな。それがどうした猫股法院は肩をそびやかします。長崎で抜け荷を扱ったというが、オランダ人から写し絵くらいは手に入れたことがあるだろう。 猫法院は黙って目を光らせました彦太郎を脅かした影帽師は月のいい晩でも往来の上に明るく光ったものが映りその中に真っ黒な影帽師が現れたということだそしてその影帽師が出るとき木の焦げるようなにおいがしたということだ写し絵に違いあるまいオランダ風の写し絵は 神国の商人が持ってきて、長崎にはたくさん減っているということだ。法院はそれを手に入れて、江戸へ持ち込み、何の死祭か知らんが、彦太郎を脅かして、自滅させようとしたんだろう。八、天井が怪しい。箱型になったものを探せ。よし八五郎はいきなり天井に潜り込みました。ここにいる写し絵。 または写し絵は後の世の幻頭で、共和年間には江戸の寄席芸人、トラクとなる者が工業用に使用したことが武功年表に記されており、それが近代に及んで浄瑠璃などを用い劇的な筋を持った影芝居、または錦影絵として明治初年に至ったことは古老がよく知っているはずです。 猫無道圏はそれを一台江戸に持ち込み最初は愚民を欺く道具にしておりましたが後には訳があって彦太郎を脅かしの道具に用い銭形平次に見いだされたのです天井裏から怪しげな伝統機械はすぐ見つかりましたさあ坊主 カラクリの写し絵が出てきたぞ。望みの通り、寺社のお係りに引き渡そうか。八五郎は、その煙突のある真四角な黒い箱を差し上げて踊り出します。いや、この上はなんであんなことをしたか、訳を聞こう。平次は問い詰めました。知らない知らない、知るもんか。猫股法院は、 大きくかぶりりを振ります。よしよしいい心がけだ何にも言いたくなきゃ菊屋の主一十郎殺しの下手人として送ってやるだけのことだどうせ本当の下手人はおめえじゃあるまいがこの平次が手を引けばおめえを助けるものはないぞそれも承知かいや言うこうなればみんな言う頼んだ相手は死んでしまった ももう黙っている義理もない。るな猫又法院はペラペラとしゃべってしまいましたそれによると彦太郎が臆病で神経質なのを知りそれをうんとうどかして自滅させようとしたのはなんと殺された菊屋の主彦太郎には義理のある中の一十郎だったのです彦太郎は憎くもあり邪魔でもありましたが 世間や親類の手前、表向きはそれを追っ払いもならず。その上、彦太郎とお袖は幼馴染みで、今でも清らかな相引きを続けていると知って、不肉のような色書きの一十郎は、彦太郎の清純さが憎くてたまらず。無知の狂信者を騙している猫股法院の写し絵の写術を利用して、 彦太郎をじりじり殺そうという恐ろしい計画に巻き込んだのですというわけだみんなあるじの言いつけで俺の知ったことじゃないとこの後に臨んでも猫俣法院は悪あがきを続けます六親分 すると、主殺しの下手人は誰でしょうやっぱり、猫股法院ですかいや、違う。平次が、家の周り、分けても、風呂場やお勝手を念入りに調べるのを、八五郎は追っかけるように尋ねるのです。すると、あの弱そうなせがれ。いや、あの彦太郎ではない。俺には下手人は分かったつもりだ。 決め手にななるほどの証拠がない。縛っていって二三十ひっぱたけばおめえは乱暴でいけない証拠のないものを縛って拷問にかけるのは町方役人の恥だよ相変わらず弱気ですね何を探しゃいいんで髪のキレだよ血のついた藩士だ髪くずかごじゃありませんかクセ者はそんな生優しい人間じゃない へっついか風呂の滝口でなきゃともかく与吉にそう言って鼻のいい犬を探したしちょいと借りてきてくれ親分は俺はもう一度一十郎の殺された二階を見るよおめえも後から来てくれ八五郎は四谷の与吉を探しに飛んでいきましたがやがて二階の主の部屋で何やら考え込んでいる平次のところへ戻ってきました 犬はいいのがあるそうですよ。次は何です親分。おめえは背が高い方だが、主の一十郎は小柄だったな。平次は妙なことを言います。その代わり、よく太ってはいました。ところで、おめえはこの主を突き殺した障子のそば、刀の罠の目に座ってくれ。膝を崩して、そうそう。こうですか 八五郎は血しぶきの障子の前に座って気味悪そうにあぐらをかきましたところで廊下から主をついたと思われる障子の穴は恐ろしく高いちょうどおめえの首の辺りに当たるぜ主の傷は後ろから背中の左貝殻骨の下をやられたはずですがろうそくの明かりで障子越しにつけば 少しは見当も狂うだろうが、それにしてもあんまり違いすぎる。それはどういうものなんです、親分。穴が高すぎるし、血しぶきも少なすぎる。くせ者は障子越しについたと見せておいて、実は、主と話をしながら、そしらぬ顔で後ろへ回って、見当をつけて、ひと月にやったのさ。酒に酔っている主は、 相手のそんなぶりをとがめる気もなかったんだろう誰ですそれは主る一十郎に信用されきっているもの。主と妾かけのふざけているところへへいっても不思議にも思われないもの。もっともその時遅ではおかを治すということにして下へ降りて彦太郎と合引びきごっこをしていた誰です毎晩この部屋へ来るやつ あるじの一十郎を恨んでいるやつ。彦太郎が自身の部屋から抜け出して、お袖と相引きをしているのを見極めたやつ。ちょうどその時でした。下の方では何やら騒ぎが始まった様子。四谷の与吉の声がつつ抜けます。親分犬は裏の柔らかい土を掘って、血染めの藩士を見つけたそうですよ 縁側から下を覗いて八五郎は怒なりましたよしこれは棚の大福町からむしった紙だ平次はそれを受けて立ちましたどうしてそんなところにくせ者はその大福町を主に見せに来たんだ主の一十郎がそれを覗いて見ているところを後ろから刺した血は大福町に渋いたことだろう くせ者はその汚れたところを半紙二枚だけ引きむすった。が、焼く隙がなかった。捨てる場所もなかったので、畑の柔らかいところに埋めたんだ。すると、くせ者は、その男だ。よきちゃに、その男を縛ってくれ。平次は二階の縁側から、逃げていく一人の男の後ろ姿を指さすのです。 それは言うまでもなく手代の再八土地の御用聞き与吉は飛びついて自分の手柄にしたことは言うまでもありませんある一十郎にかつては菊屋の家付きの娘を世のを奪われさらに新宿の女郎だったお吉を奪われた財八はある一十郎が 本院を使って彦太郎を自滅させようとしているのを見て自分もついどさくさ紛れに主の命を狙ったのでした猫又本院の定田武道剣はただの山し坊主と分かって遠投になりお世のとお染は寂しく菊屋の後を立てました。 妾のおちは多分の手当てをねだって行方知れずもう一人の若い妾のお袖は身一つで母のもとに帰りましたがまもなくあらゆるものを振り捨てた彦太郎がお袖の長屋へ訪ねていって存分に泣きも口説きもしたことは言うまでもありません。 お袖は身を恥じて尼になるなどと言いましたが彦太郎は一十郎の真実の子でなく一十郎が死んで菊屋から身を引けば誰も文句を言うものもありません文句を言う野郎があったら俺が引き受けるなどと八五郎までが乗り出して若い貧しい二人を一緒にしてやりました いい心持ちだね、親分。三重男の八五郎は自分がまだ独り者のくせにこんなのんきなことを言っているのです。